昨年の暮れ、台湾の呉法科技大学は日本文化への理解を深めるため、茶道の表千家の師匠河本京子さんを招き、お点前を披露してもらいました。浴衣姿の女子大生は河本さんの指導を受けながら抹茶を立てて、奥ゆかしい茶道の文化を味わいました。日本跟台湾茶道分的不一样的地方，就是说日本茶道它非常的重视说我们的礼仪，那它整个里面 的过程呢，就是一个非常严谨，然后非常安静，然后可能大家就非常注重那个礼仪的感觉，所以我觉得这是跟台湾茶道就是茶的就是地方还蛮大的。茶道の文化は唐の時代、中国から日本に伝えられたお茶から発展したと言われます。お抹茶はもともとは中国から来たものでして、最初は薬として日本に入ってまいりましたけれども、そうですね、このように女性が主流になったのは明治以後ですね。もともとは男性のものだったと思います。抹茶就本身就是那个喝起来会涩涩的，然后在那之前就是先吃甜甜的东西，吃完之后再喝抹茶下去，之后就不会变得很涩，然后觉得感觉很棒。这样。日本人にとって茶道とは、しつけや作法を身につけ、心身を修養する伝統文化であり、人と人との心をつなぐ架け橋でもあります。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府与危险组织行法大于家法。